私の誕生日祝いだと？なんと巨大なケーキだ。それにとんでもなく香ばしい匂いが。これを私のために？イエース！スウィートなマナはこれでもかーとてんこ盛りにしたスペシャルスウィートケーキです。お召し上がりください。一体どれだけ砂糖を使ったんだ。尋常じゃなく甘い匂いがする。甘味は控えめにと歯医者さんに言われたばかりなのに。しかし部下の気持ちを無下にしてはいけないな。エム、それなら完食もやむなしだ。早速いただくとしよう。よし、今度も素晴らしい完成度だ。役割分担をしたら飛躍的に書くのが早くなったな。シュパシュパババー、いら塗りは私にお任せです。この絵筆二刀流でまたたくまにカラフルにしてみせます。絵の下書きは僕に任せて。全ての美しさの源になる存在、それが僕だからね。それを空海がなぞって、もし皆さんの作業を台無しにしちゃったらって思うと、すごく興奮します。あ、道具のお片付けは私がしておきました。こういう地味な作業でもお役に立ててるといいんですけど。うむ、完璧なコンビネーションだ。過去一番の団結と言っても過言ではないな。それはそれでちょっと複雑だが、この調子でお絵かき授業を完遂するぞ。急に呼び出すから何かと思えば、まさか私の誕生日祝いだったとはな。しかもこんな立派なケーキまで用意してもらえるなんて、貴公には感謝してもしきれんな。しかしここまでしてもらってなんだが、今の私には貴公に返せるものが何もない。喜んでもらえたならそれでいいだと？貴公というやつは。では貴公の思いに報いるためにも全力で誕生日を楽しむとしよう。それでだ、このケーキは私一人で食べてもいいのか？いいんだな。憧れのケーキの独り占めだ。後で欲しいと言っても遅いんだからな。ようやく来たか。まったく、人を待たせるなど軍人なら失格だぞ。私が早く来ただけだと？それはその、私が早く貴公に会わねばと思って早めに支度をしたというか。何でもない。それで貴公は私に何の用なのだ？私の誕生日を覚えていてくれたのか？
飛行に祝ってもらえるなんて、私は幸せ者だな。ありがとう、感謝する。この礼は飛行の誕生日の時にしなくてはな。バイス・フリューゲルの名にかけて、飛行も楽しみにしているがいいぞ。え？みんなと一緒にパーティーの準備までしてくれているのか？そうか、本当に私は最高の仲間を持ったな。では待たせるのも悪いし、早速向かうとしよう。バイス・フリューゲル・ランドソル支部出撃だ。まあ、それってまさか。あゆみの読んでいた本にあったデートというやつか。え、誕生日だから欲しいものがあったら買ってあげる？そういうことは先に言え。まったく。しかし飛行の行為は、まあ、ありがたく受け取らせてもらおうではないか。え、みんなと一緒にパーティーの準備までしてくれているのか？そうか、本当に私は最高の仲間を持ったな。では待たせるのも悪いし、早速向かうとしよう。バイス・フリューゲル・ランドソル支部出撃だ。なぜこれを？そうか、今日は私の誕生日だったな。お菓子は別に好物というわけではないが、飛行からの贈り物だ、いただこう。うまいではないか。それにしても随分とクリーム系のお菓子が多いようだが。え？牛乳は身長が伸びると聞いたから？私はそんなものに頼らなくても大きくなる予定だ。なんだその笑顔は。頭を撫でるな。え？みんなと一緒にパーティーの準備までしてくれているのか？そうか、本当に私は最高の仲間を持ったな。では待たせるのも悪いし、早速向かうとしよう。バイス・フリューゲル・ランドソル支部出撃だ。